ここはどこですか？階段と、ここは捨てられた人たちの島です。真鍋優と言います。手紙読んだよ。真鍋は危険だ。理想しか見えなくて、そのためならどんなことだったぞ。七草くんはどうしていつも真鍋さんと一緒にいるの？